小村接待っていう作家がいます。知らないでしょう。いや、これ検索して見に来た人は知ってるか。まあ知ってます。検索してなくてこの動画見てる人は知らない人もいるんじゃないですかね。すごく有名だけどすごく有名じゃないというかね、何て言うんですかね、現代の何だっけ、現代の浮世絵じゃなくて現代の春信、現代って言っても今生きてないから、近代の春信というような別名もある作家ですね。まあ、これは人のいないこう何て言うか、ちょっと舞台みたいな感じでね、ちょっと不思議な味のあるもんですけど、こういうですね、これは汚染だったっけ、これ汚染っていう小説の挿絵のシリーズがすごく小村接待有名ですね。もともとアーティストなんだけど勤め人で資生堂さんでデザインの仕事をされてたはずなんですけども、まあ、作家としての活動も、されてですね、非常にこう何て言うんですかね、スタイリッシュなこういう線描の作品がですね、まあ、非常にセンスが優れてるですね、まあ美術史の中で特殊な存在でですね、まあ接待に似ている人っていないというかですね、この独特のこの線の美学、これがね素晴らしいんですね。で、私どもの結構扱っててですね、まあこれ多分ね、これこのチラシとチケットもらったんですけど、ギャラリーベニアさんって言ってね、超仲いい画廊があるんですけど、そこの画廊の人にもらったんですけど、多分この三井記念美術館さんと協力関係があるんじゃないですかね、多分ね。まあ専門家としてはベニアさんが割と上げられるんじゃないかなっていうふうに思いますけども、この接待の世界ですね、まあ、楽しまれるのはもうこう三井記念美術館さん2月6日からやりますので、あと買いたい人とか売りたい人いらっしゃいましたらですね、この絵画骨董買取プロ、ここまでご連絡いただければと思います。それからですね、なんすか、あ、そうそう、これ半売りたい人のためにね、もう買い取ります。それから買いたい人のためにはこの秋華堂のホームページに来ていただいたり、電話で問い合わせしたり、したりしていただければ、在庫も結構あるはずですので、お問い合わせいただければと思います。はい、ありがとうございました。